西伊豆町大総理の天城新総水を飲んで休憩後、今から県道59号西名峠へ登りますが、その前に前回までの私の生わさび朝掘り情報において間違いがありましたので訂正します。まず日本原産のわさびを本わさびと呼びます。本わさびには沢わさびと畑わさびがあります。沢わさびは山わさび、水わさびという別名もあります。沢わさびは主に根茎を成長させて収穫し、それをすりおろして食するわさびですが、他の部位を捨てるわけではなく全て利用できるそうです。畑わさびは主に葉や葉柄、茎を成長させて収穫し、それを食品加工するそうですが、他の部位を捨てるわけではなく全て利用できるそうです。本わさびの品種には一つ目は青茎系の未生と言われ、生育が早く植え付けてから1年から1年3ヶ月ほどで収穫できる品種。2つ目はマズマと言われ、生育が遅く植え付けてから1年半から2年と収穫まで日数がかかる品種があります。おおむね根茎の下の部分が紫色をしているのがマズマで、緑色だけのものが未生です。歴史的ターニングポイントとして、西暦1892年明治25年頃、畳石式わさび沢による栽培方法が開発され、良質なわさびの生産が年間を通じて行われるようになりました。よって前回の私の思いの丈は遠い過去の人の妄想でもあったわけです。なお静岡でマズマわさびの栽培が始まったきっかけは、昭和35年頃に静岡でわさび栽培を行っている人がマズマわさびの見学に来られ、マズマわさびを見て品質が大変優れているのに驚き、和歌山県日高郡稲美町で苗を買い求めて行ったことから始まったと言われています。マズマ山の沢わさびをマズマ市というそうです。
わおお、枯れ枝がアンダーカウルのスリットに絡んで引きずられてます。結局私はこの枯れ枝をダルマ山レストハウスまで一緒に連れて行くのでした。
川河口の砂浜に白波を寄せる駿河湾のうねりがエメラルドグリーン、西伊豆スカイライン上空の吸い込まれるような白、水色、青のアンサンブルカラー。人生で最高のものはすべて無料でした。